フリードリヒスドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属す方ホ,ホタウヌス軍の市で、ある。フランクフルトアムマインの北約 20km に、一致している。フリードリヒスドルフは、タウヌス山地の主脈の南斜面に位置しており、バートホムブルク及び、オーバーウールゼルに次ぐ、方ホ,ホタウヌス軍で3番目に大きな町である。 地域はベッテラウ上の移行部に属すブルクホールツハウゼンと同様に農業が盛んな地域に属す。また、タウノスの尾根沿いにまとまった森林地域がある。市内の最高地点である海抜471メートルのギッケルスブルク山もこれに含まれる。タウヌス山地の尾根からエルレンバッハ川が市内を流れている。本市はタウヌス山地主脈の南斜面に位置することで、 冷たい北西風から守られ、長い日照時間を得ている。フリードリヒスドルフは、北と東はロスバッハ、南はバートホムブルク、西はベールハイムと境を接している。フリードリヒスドルフは、普賢の点通り周辺の中核区と、これと切れ目なく、繋がったリリンゲン宿お及びその他の区で構成されている。ケッペルン地区は、中核区の北側に位置する。 ボルクホルツハウゼン市区は、本市で唯一、アウトバーン A5 号線の東側に位置している。中核市区の南側には、ゾイルベルク市区がある。この地区も、中核市区から継ぎ目なく続いている。ゾイルベルクに属するーマーホーフ集落と、シェーファーボルン集落は、鉄道路線の東、市中心部の南東に位置しており、住宅地と直接境を接している。 リリンゲンは1916年に合併した。ヘッセン州の地域再編に伴い、1972年8月1日に、フリードリヒスドルフ氏と、それまで独立した町村であったケッペルン、フリートベルク軍のブルクホルツハウゼンフォア、デアヘイエー及びゾイルベルクが法律に基づいて合併し、新たなフリードリヒスドルフが形成した。ブルクホルツハウゼンフォア、デアヘイエー宿。 フリードリヒスドルフ区、ケッペルン区、ゾイルベルク区には行政地区が設定されている。ブルクホルツハウゼンブルクホルツハウゼンは1221年の文書にホールツハウゼンとして初めて記録されている。1803年、ブルクホルツハウゼンは旧帝国内で最後まで残った5つの自由帝国村落の一つであった。農業やリンネル食婦の他に、 近隣の粘土採取場から原料を採取したタイルの生産が重要な産業分野であった。17世紀末にインゲルハイ向けの統治によってブルクホルツハウゼンでは果樹栽培が盛んになった。リリンゲン・リリンゲンかつてこの地にあったトゥーリンゲン村は1192年あるいは1229年に初めて文献に記録されているが30年戦争の時代に廃村となった。 ヘッセンホムブルク砲ク・フリードリヒ2世が起としたヨグノーハ信者による新たな集落建設の試みはヨグノーハ信者が新たに建設されたフリードリヒスドルフに移り住んだために失敗した。ディリンゲンは1804年にヘッセンホムブルク砲ク・フリードリヒ5世によって新たに建設された。集落名はかつての地名を参照して命名された。 この集落は1916年にフリードリヒスドルフにが併した。ケッペルン・ケッペルンは1269年に初めて文献に記録されている。この頃、コパーンの水車がエップシュタイン・ハク・ゲルハルトからブルハルト・フォン・プリント・ザックに霊園として与えられた。リンネル職婦とレンガ作りが農業と並んで長年にわたって最も重要な産業分野であった。 あとに帽子作りと比較加工がこれに加わった。1901年にフランクフルトの医師エミール・ジオーリが現在も存在するバルトクランケンハウスが設立した。ゾイルベルク・ゾイルベルクは767年にロルシュ文書に初めて記録されている。ゾイルベルクはホーホタウヌすぐんで最初期に形成された集落であるとみなされている。 レッセナア文化の出土品が、この集落が新石器時代のものであることを示している。農業やリンネル食府のほかに、製刀業が長らく重要な産業分野であった。フリードリヒシュタインのユグノオハ信者との間に、活発な交易関係があった。ゾイルベルクは魔女狩りの風潮から逃れられなかった。 1652年から1656年までに26人の女性と6人の男性がその犠牲となった。ローマ時代にはすでにフリードリヒスドルフの地域内に定住地があったことが、レンガ工場跡によって証明されている。ラントグラーフェン広場のフリードリヒ2世、造1687年の町の建設は、フランスにおけるユグノーハ信者の排斥がきっかけであった。 当時人口約80万人だったフランスから約20万人のプロテスタント信者が故郷を追われた。フリードリヒに正方博は、表向きは、この貧しい人たちを拒むくらいなら、私は自分の銀食器を売るつもりだという言葉で彼らを歓迎し、ヘッセンホムブルク法博領に定住させた。ユグノウ信者らは法博に対する感謝をし、その名を冠した町。 フリードリヒスドルフを建設した。彼らは、食婦の知識をもたらし、これによって、急速な経済発展の礎を築いた。これこそ、フリードリヒ2世の狙いであった。はじめは、リンネル、18世紀中頃からは、ストッキングや、最終的にはフランネルを生産した。こうした経済的交流から1771年に、都市圏を獲得した。 当時の本通りの教会の向かいには、都市圏需要を記念した石柱が建てられた。1873年に、フリードリヒ紅白の胸像が鋳造され、かつての大理石製、ナッサウ教会柱があったシュネプフェンブルクに設置されたが、1937年に、彼にちなんで名付けられた内市街のラントグラーフェン広場に移設された。シュネプフェンブルクの ドルイアと現在のディリンゲンは1804年に創設された。フォーゲルスベルクの農民たちがフリードリヒ5世の許可を得て、ハイソンの北側のそれまで森に覆われていた地域に定住したのである。1192年にゴッドフリートフォン・エップシュタインとの売買契約に記されたフリードリヒフォンディリンゲンとあり、1229年にトゥーリウンと記述された旧ディリンゲン村は、 ウィルコムスハウゼン村やモットと共に30年戦争で荒廃した。現在のディリンゲンとフリードリヒスドルフとの間のガルニール研究所敷地にブレンデルブルク城があったと推定されている。食婦産業が工業化の進んだイングランドに対抗できなくなると、特に青い染料による染色業が支配的になった。かつては大変数多くあった染色業者のうち4件が 現在も存続している。一時的に比較製品の製造が起こり、例えばケペルナー帽子製造のような帽子製造がかなり大きな広がりを持った。ビスケット都市の標識後にフリードリヒスドルフでビスケットの製造業者が現れた。その製品はそれまでの硬いビスケットとは全く違う長所を持った製品であった。フリードリヒスドルフはこの製品で成功し、 ビスケットの街というニックネームを有するほどであった。市の中心部に広大な敷地を占めるミルパ社はビスケット製造業者エミール・パウリーから発展した会社である。本市で活動した最も有名な人物の一人がカルニール研究所の物理学教師で言語の電気的伝達、すなわち電話の発明者フィリップ・ライスである。フリードリヒスドルフの特徴は フランス語を話すユグノー波教徒の伝統が長く、それが、ヘッセン方言と混じり合い、独特の方言が生まれたことにある。フリードリヒ・シュ・トルツェの詩には混じり合った言語が用いられている。アレクサンドル・デューマは、1838年の気候文の中でフリードリヒス・シドルフについて、完全に、プロテスタントの村で、今では、モリエールの芝居でしか使われない言い回しをすると、記している。 第一次世界大戦までフリードリヒスドルフではフランス語が第一言語であった。改革派協会での真事は1913年までフランス語でなされていた。フリードリヒスドルフの人口推移を以下の表に示す。人口は特に記述のない場合、12月31日時点の数値である。モルモン教寺院ドイツに2つだけの末日聖徒、 イエス・キリスト教会の教会堂の一つであるフランクフルト寺院がフリードリヒスドルフで1987年に建設された。フリードリヒスドルフの福音主義改革派教会福音主義教会、フゲノッテン通りの福音主義改革派教会は1834年から1837年に建設された。この教会堂は 同じ場所にあった18世紀初めに建設された木組みの小さな教会に変わるものであった。1837年6月28日に性別された新しい教会堂の建築家はフランクフルトのルドルフ・ブジュニッツであった。この教会堂は正方形の平面図を有し、3つの入り口を持つファサードが設けられている。中央の入り口の上には塔がそびえている。 戦闘型の屋根の先端には金色の玉、風光系、6つの先端を持つ星型で飾られている。教会内では初代の教会から引き継いだバロック様式の講談が印象的である。ここでの神事は1914年までフランス語で行われていた。大理石のブロック祭壇、オルガン、入り口の献金箱に見られる、フランス語の名文はこの時代に施されたものである。 三つの鐘の音は D1F1G1 である。このうち最も大きな鐘と最も小さな鐘は1950年に主にドイツ駐在のフランス共和国高等弁務官からの寄進でハイデルベルクのフリードリヒビルヘルムシリングによって駐造された。中型の鐘は現在の教会の建設時のもので1836年に ビンゲッケンの PH、H バッハによって鋳造された。金は、フランス語の名文の他に、フリードリヒスドルーフの紋章のレリーフで装飾されている。紅白は1820年に、ディリンゲンに学校と礼拝堂を建設するための寄付をし、寄進した3階建ての館に自ら入居した。それまでディリンゲンの人々は、ケッペルンの教会まで行かなければならなかった。 1821年に館が改築された。窓が小さかったため室内は暗く、片白寮政府はこれを牢獄部屋に例え大きな窓を設けるよう命じた。1837年に金が購入された。第二の金は一時期七草とされていた。1883年に付属建造物が建設され牢獄として利用された。 1888年にさらなる改築が完了し、現在の建物となった。この建物は国民学校及び教会として保存されている。現在屋根の小灯内に2つの鐘が存在している。これらは、リッカー省、工芸鋳造所が1924年と1976年に鋳造したもので、A2C3 の音である。現在、ビルヘルム通りに教会堂を持つ。 福音主義メソジスト教会は1853年から組織されている。ケッペルンには1731年に建設された福音主義教会がある。ゾイルベルク地区にはアウトバーンからのアクセスが良い場所に福音主義ルター派教会がある。この教会はこの集落で創成されるフェルイコールレンガで作られている。ブルクホルツハウゼンは16世紀のアウクスブルクの 宗教和議によって宗教上二つに分割されていた。そのため、集落の中心部にカトリック教会と福音主義教会が近接して存在する。福音主義教会は1718年にこの場所に立つ三代目の教会として建設された。カトリック教会、聖母ニファティウス教会カトリック教会は聖母ニファティウスに建造されている。 ゾイルベルク地区のオストプロイセン通りにある、この境界道は、1991年から1993年に、ダルムシュタットの建築家、ドルフ・ヘイヒステッターによって建て替えられた近代的な建築である。二つの建築賞を受賞した、この建物は、建築面積2173平方メートル、建設費385万ユーロであった。祝祭ホール、祭館、 一体化した首脳を含む、この教会は、アリーナの形をした、フリースペースを形成している。教会の内装は、アーヘンの建築家で彫刻家のウルリヒハーンによって、デザインされ、完成された。H122 に調音された3つの小さな、金は、1960年にゲシャーのペティットエーデルブロック兄弟社によって、 当時ゾイルベルクのガルテン通りにあった教会のために、鋳造されたものである。フリードリヒスドルフのタウヌス通りには、1913年から、ヘルツイエズ教会があった。この土地は2012年にニーダーラムシテッター、リコニー財団に売却され、教会は2013年に解体された。1962年に、ペティットエーデルブロック兄弟者によって鋳造されたジージ A1C2D2 に超音された金は、リリンガー墓地、聖ボニファティウス教会、バート・ホムブルクの聖マリエン教会に分配され、窓はアラブ首長国連邦の聖公会が保有している。ケッペルンには聖ヨゼフ教団センターがある。この施設は、聖ボニファティウス教会と共にリムブルク市教区、バート・ホムブルク、フリードリヒスドルフ聖マリエン司祭区に属している。 ブルクホルツハウゼンの聖十字架教会はマインツ市教区に属す。ユダヤ教会1547年の文書には、ルートビヒ4世砲白の保護下にあるゾイルベルクのユダヤ人村長について記述している。ゾイルベルク近郊の墓には、遅くとも1580年からの16世紀から17世紀の両集落のユダヤ人家族の墓が存在している。 この墓は、はじめはホムブルクの教会組織に属していたが、1855年からケッペルンを含むゾイルベルクの教会組織が形成された。この頃にはすでに公共の森から住民それぞれに分配されるべき滝木をめぐって緊張関係が形成されていた。これは1848年に300人の兵士によってやっと鎮圧された暴動にまで発展した。 礼拝堂あるいはシナゴーグがあった場所は明らかでない。フリードリヒスドルフ市庁舎市議会は本市の最高機関である。市議会議員は5年ごとに選挙権を有する住民の選挙により選出される。選挙権は18歳以上の基本法が定めるドイツ国民あるいはその他の EU 加盟国の国民に与えられるが、少なくとも3ヶ月以上前から本市に届け出なければならない。 本市の市議会は37議席で構成されている。ホルストブルクハルトが1997年から本市の市長を務めている。フリードリヒスドルフの最初の印象歴史上の文章図柄、青地に金の締めと緑の額を持つ銀のバラが9輪、環状に配置されている1687年にフランスから追放された人々の定住地として創設されたこの集落は 1699年に、ヘッセン・ホムブルク砲白フリードリヒ2世にちなんで命名され、1771年4月20日に都市圏を授けられた。ロシア大公、ニコラウス・パウロービチが、皇妃のアレクサンドラ・フヨード・ロブナと共に、ヘッセン・ホムブルク砲白の宮廷を訪れたことが、1821年6月9日付の砲白の文書によってこの町に紋章が授けられる。 きっかけとなった。紋章の選択は同時に大公費への敬意を示すものでもあった。バラの数が9輪であるのはアレクサンドラの文字数にちなんでいる。1828年1月14日に宝白はこの町に印象も授けた。その印象にはこの紋章が描かれている。現在の紋章図柄、斜めに4分割。上部は青字に銀のしべを持つ銀のバラ。 下部は赤字に金の塔。向かって左は銀字に四本スポークの赤い輪。向かって右は銀字に赤い蹄鉄。解説、地域再編に伴って新たな宿を考慮した新たな紋章が1975年に作られた。それぞれの旧紋章から描かれていたフリードリヒスドルフの銀の薔薇。ケッペルンの赤い四本スポークのはゾイルベルクの赤い蹄鉄。 ブルクホルツハウゼンの金と等が新しい紋章の図柄に採用された。姉妹都市、フリードリヒスドルフ市は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいるそれぞれの町の名前に、ちなんだ通りや広場が市内にある。ホーラムフリードリヒスドルフケッペルン地区には家族経営の映画館がある。この映画館は1890年に当時の旅館経営者、 ヨハン・バイディンガーによって設立されたクラブを起源としている。はじめは、体育館、音楽館、ダンスホールを兼ねた多目的ホールとして運営されていた。1926年から2度の改築と映写技師の検査を受けた後、フリードリヒスドルフ初の本格的な映画館となった。第二次世界大戦後、映写機は2年間アメリカ軍に押収されていたが、返還され、 現在も稼働している。ケッペルンには市民会館フォーラムフリードリヒスドルフがあり、有名な人物のライブ上演など様々な文化イベントに利用されている。旧フィリップライス帝旧フィリップライス帝にはライスの生涯、電話の発明、ヨグノーハの歴史を紹介する博物館が入居している。ゾイルベルクには郷土史を紹介する郷土博物館がある。フリードリヒスドルフで 唯一の公園風緑地が漂白に使われていた旧選択場アンデア・ブライヒエである。ここには緑地の他にローラースケート場や遊戯広場がある。自然文化財史の生誕にある森の中の伐採された空き地に2007年まで多くの老木バッツェンバウムがあった。老木は病気にかかったため新しい多くが植えられたが老木はまだ立っている。 この名前は古い市場を表している。ゾイルベルクのハルトバルトの橋を通るハルトバルトアレーゾイにも自然文化財に指定されている多くの老木がある。フリードリヒスドルフ屋外プールディリンガーハングに夏の半年間だけ営業している1989年オープンのフリードリヒスドルフ屋外プールがある。ここには小児用プール、競泳プール、飛び込み用プール、体験プールがある。 5メートルの飛び込み台の他にウォータースライダーが備えられている。このプールは鉄棚裏ガラス工場が閉鎖されるまではその冷却水で加温されていた。各宿や中各宿には数多くのスポーツクラブがあり小規模なスポーツ施設を運営している。ゾイルベルクにはテニスコートがある。冬季には空気を吹き込んでエアドームにすることが可能で一年中使用することが できる。そのすぐ近くのハルトバルトにはタウヌストーハン兵器がある。フィリップ・ライス・シューレの新築時にシュピーズバルトに新しいスポーツセンターが作られた。各地区では伝統的な祭りが行われている。フリードリヒスドルフ地区では毎年ユグノーマーケットが開催される。このマーケットでは、フゲノーテン通りの東端から視聴者まで食べ物、飲み物、 日用品や装飾品といった様々な屋台が並ぶ。これに加えて様々な音楽ステージや飲みの詩といったプログラムが行われる。ゾイルベルクでは宮中侵害でディッペウントブルンレンフェストが開催される。この祭りでは主に手工芸品が販売される。この他に毎年射撃祭が開かれ、ハルトバルトの端にある射撃協会のクラブハウスまで小規模なパレードが 行われる。郷土博物館では定期的に小規模な復活祭のマーケットとニコラウスマーケットが開かれる。バッチカッペンフェストはケッペルンで開催される。資金調達のため祭りの期間中は消防署が見学者に開放されている。ブルクホルツハウゼンではドルフシュパースがある。この祭りのために行くかの乗り物遊具が組み立てられる。 その他の文化イベントとして、市によるクルトゥールやフリードリヒスドルファー・ゾンマーブリュッケが開催され、音楽グループやコメディアンが出演する。週に2回、水曜日と土曜日に、ラントグラーフェン広場で、週の市が開かれ、生鮮食料品が販売される。フリードリヒスドルフは、2015年に平均購買力インデックス132.5%を示した。すなわち、 本市の一人当たりの収入は28,879ユーロであった。パイカーアクスティック本社本市には世界的に活動する企業のドイツ市社やドイツ企業の本社がある。歴史的な重点分野は手工業と製造業であるが現在はフランクフルトの周辺地帯という立地から様々な企業があり、一部は電話の発明者であるヨハンフィリップライスや電子フィルター回路の技術者、 カールビリー・バーグナーが技術指導したテレコミュニケーション分野の企業もある。マックス・プランク通り、産業地区には、例えば以下の会社がある、アクシー・コープ・ GMBH、ボーズ、ビオビック医療技術、GMBH、キューツ、ヨーロッパ・リミテッド、JM にテクノロジース GM ・ GMBH&CO、KG、川崎モータース・ヨーロッパ、マクソン、エッティンガースポーツ・システムス、 ファイカー・アキュスティック、シュパング・ブランツ、GMBH、タッコ・インターナショナル・アインカウ・フゲゼル・シャフト・ MBH。かつてのミルパ本社工場ミルパ社の生産工場を含む建物群が市の中心部に広い面積を占めている。フリードリヒスドルフでは乳児食とプルモルを製造していた。国際企業による合併に伴い、様々な部門が徐々に国外に移転した。 最終的には研究所も移転し、ここには品質管理と事務所が残っているだけである。敷地内にショッピングセンター、タウンスカレが建設され、2013年7月にオープンした。アルノルト金属加工は、ジェフ・クーンズなどの作品を制作することで知られている。フリードリヒスドルフでは、現在も、プラウムやパウリーがビスケットを製造しているが、プラウムは2010年2月に工場を、 ノヤンスパハに移転した。テッタウラーガラス工場も現在はフリードリヒスドルフからいなくなった。その第三工場は医療用および特殊目的用の無菌ガラスパッケージを製造していた。ガラス炉の余熱は屋外プールや近隣家庭の暖房として効率的に利用されていた。工場閉鎖後プールなどのために小型の天然ガスによる熱電平給設備が設けられた。 ガラス工場の敷地内には住宅地が設けられている。1970年、ゾイルベルクで最初のトーム・マルクトが開店した。福音主義の救援組織、ワールドビジョン・ドイチュラントはフリードリヒスドルフに本部を置いている。ヘッセン農業者連合は本部と中央事務所をフリードリヒスドルフに置いている。この建物内には農業婦人連合やヘッセン農業青年会及び、 その税務協議会の事務所が入居している。ここは宿泊施設を有する研修、会議施設にもなっている。フリードリヒスドルフ駅道路、フリードリヒス市内を主要な交通軸であるアウトバーン A5 号線が通っており、地域の北端にはそのインターチェンジがある。この他に、連邦道 B455 号線が市内を通っていたが、修道 L3057 号線に交代した。 このバイパス道路は A5 号線とほぼ平行して走っており、このためアウトバーンの迂回路として対応される。長期計画によれば、2002年11月に最初のコーの加え入れがなされた。マックスプランク通り、産業地域近郊のフリードリヒスドルフ発のラウンドアバウトを含むブルクホルツハウゼンの西にあたる区間は2003年に開通した。 2005年4月にケッペルンの東にあたる北部区間の工事が始まった。工事はそれまでの中部区間の終点から始まった。ケッペルン、ロートハイム連絡道路で新設工事は終了し、ケッペルン交差点までは古い道路が拡張された。ケッペルン交差点は完全に新しく作り替えられ、バイパス道路に主な交通の流れを導いている。2006年10月、 当初の交通計画よりもかなり早く北部区間が完成した。南部区間は2007年春から計画通り建設された。もともとは以前からの群動とゾイルブルクバイパスの中間部分を拡張するよう計画されていた。しかし、住民側からの抵抗により騒音対策が計画に盛り込まれた。ところが、この組み合わせはそれまでアウトバーンに隣接して、 行われる建設の特別な処置としては費用が高いことが判明した。2007年8月半ばに南部区間の建設は先送りされた。2月にヘッセンの地方議会は地域計画の変更を決定し、2009年の土地利用計画の変更後に工事が開始されることとなった。後期は六ヶ月と設定された。これにより l 千五十七号線は 地区道路に降格され、改造工事が始まった。2008年末に道路建設予定地からいくつかの定住地跡が発見され、これを保護する必要があるために工事は失敗するかと思われた。その直後に、ヘッス選州から道路建設に必要な資金に十分な額の調達が2009年になされることが決まり、歴史的な遺跡の保全工事が始まった。 この発掘によって、レッセナー文化に属する器が発見された。2012年に、ようやく業務委託の準備がなされ、2013年夏に建設工事が開始された。発掘作業の他にガスパイプラインの移設も工事が遅延する原因となった。2014年11月に、最終区間がついに開通し、バイパス道路が完成した。これに伴って、 バイパス道路とゾイルベルク集落周辺とを結んでいた、軍道ゾイルベルクブジュクホルツハウゼン線は自転車道に変更された。バスフリードリヒスドルフにはバス交通網が設けられている。グレーベンビースバッハ駅の59番路線とフリートベルク駅の FB-16 路線がある。さらに53番、54番路線といった駅からディリンゲン、ケッペルン。 ブルクホルツハウゼンに向かう路線及びクアハウスバート、ホムブルクへの路線バスも停車する。さらに夜行バス N35 番路線も利用可能である。鉄道、フリードリヒスドルフにはすべての地区に合わせて4つの駅がある。これにより、本市は S バーン、タウヌス鉄道、及びこれらと交差する、形のフリートベルク行きのマインベーザー鉄道に接続している。 その他フランクフルト国際空港までは車を使えば25分で到着できる。ブルクホルツハウゼンにはヘリコプター飛行運営会社のローターフルークが本社とヘリポートを有している。アム・レーマーホーフ住宅地、バルト・クリスタル住宅地、フィリップ・ライス・シューレ・フリードリヒスドルフには4つの地区に、それぞれ1校ずつ基礎家庭学校がある。中核区の基礎家庭学校は、 ペーター・ヘルトリング・シューレ・ゾイルベルクのそれは、ハルトバルト・シューレ・ゾイルベルクと呼ばれる。ペーター・ヘルトリング・シューレのすぐ隣、ホーアー・ベーク沿いに、1969年に設立された、フィリップ・ライス・シューレがあった。ここには、約1600人の生徒が学んでいる。この学校は、学生食堂を持つ、全日制学校として、シェーファー・ボルンとシュッピー・イスバルトとの間に進行者が、 建設され、2012年1月から使用されている。2004年から2015年まで冬の点通りに、保育所を伴う、私立基礎家庭学校及びギムナジウムのラインマイン、国際モンテッソーリスクールがあった。リムズは2006年から2007年かけて増改築が、なされた。さらにフリードリヒスドルフは、ヘッセン農民大学の所在地である。 この教育施設は1949年にはすでに農業と農村地域に住む人々の中心的な教育施設となっていた。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。